本代表の監督になってほしいレジェンドランキングがこちら。3位、本田圭佑。2位、中田英寿。1位、三浦和義。どこからアンケート取ったんや、これ。記事書いた人の周りのおかんとか、その友達とかから適当に聞いたようなランキング。多分オフサイドとかわからない人たちからアンケート取ったと思う。長谷部選手がダントツ1位と思って読み進めたらまさかの数。数が1位は焦る、本文読むまでは1位は長谷部だろうなって思ったのに。数自身、生涯現役を貫くつもりで、監督業には興味がないと言ってた。確かに単なる人気投票、ずっとサッカーを見続けてる人ならこうはならんわな、中田は見てみたかったけど。中田さんはサッカーから離れてしまったので難しいでしょうね。中田は性格上監督は難しそうだし長らくサッカー界から離れすぎてる。本田はまだ引退していませんが、サッカー解説を聞く限り監督としての資質があると思う。本田さんは日本代表監督としては期待できると思いますよ。解説聞いてると戦術理解も高レベルですし、何より判断がはっきりしているので選手が従いやすいのではないでしょうか。女性自身の記事か、まあこんなもんだろう。チャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。これからも頑張って動画制作していきますので、ぜひよろしくお願いいたします。本当、お願いいたします。